ヤグタウンです。今日は4店舗讃岐うどん屋さん一気に見ることができる動画を作ってまいりましたので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。ということで、今日向かっているのは香川県三豊市にある讃岐うどん屋さんの方へ向かっていっております。こちらのお店、最寄り駅は詫間駅で 450m 程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしては釜揚げうどん七福さんであったり、手打ち讃岐うどん詫間さんがある大体あの辺りなんですが、ということで今日はうどん松行さんの方へ向かっていっております。それではこの松行さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.61 点、そして Google の点数が 4.1 点となっています。営業時間は10時から15時までで、定休日は毎週火曜日、駐車場は約9台分あります。おすすめはあんかけうどんです。温度管理を徹底していつでも最高品質なうどんを出せるように心がけているお店。9月1日から始まった高松観音寺まで計18店舗が参加するうどんコレクションスタンプラリーの参加店でもあります。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こんにちは。こんにちは。あ、一人です。はい、こちらサービス店となっています。松行名物のあんかけうどんは季節限定となっています。はい、ちょっとまた決まったら、はい、言います。お願いします。じゃあすいません、注文お願いします。肉あんかけうどんの小と、はい、肉あんかけ冷たいのです。はい、はい、こちらの小と、小と、はい、里芋の天ぷら、はい、里芋が一つ以上で、はい、はい、お待ちくださいね。お願いします。はい、里芋入ります。肉あん小です店内はこんな感じになってます。テーブル席が左右に並んでいるお店で、おにぎりとかはセルフとなります。左の棚に置いてありました。お待たせしました。はい、はい、先に肉あんかけのショーです。はい、はい、どうぞ。いただきます。はい、薬味です。はい、はい、あと里芋きます。はい、お待たせしました。はい、はい、里芋です。はい、いただきます。美味しいお味がついておりますので、このままどうぞ。はい、わかりました。以上でお揃いでしょうか。はい。ごゆっくりどうぞ。いただきます。はい。それではいただきます。
あんかけうどんはだしがまるっとあんかけになっています。今回はだしからいただきたいと思います。このあんかけめちゃくちゃ美味しいです。これはぶっかけだしとかけだしを合わせたあんかけだしで、絶妙な塩梅の飲みやすいだしです。いりこが効いててとろみがあるから、よりだしの風味とか味を感じやすく味わいやすくなってると思います。ちなみにこのあんかけうどん、スタンプはぶっかけに押してくれるということでした。すすれば麺にあんかけがすごく絡んできて、だしと一緒に食べてる一体感のようなものがすごく感じます。麺はツヤツヤで角は丸めな中細麺です。あんかけで喉越しもとっても良くて、しっかりとしたコシも感じられます。それではお肉もいただきます。お肉は甘い味付けで、だしとの相性もよく感じました。この牛肉もかなり手間をかけて作っているということで、お肉の品質を安定させるために国産と外国産両方使って圧力鍋で作っているということです。それでは里芋の天ぷらいただきます。確かに里芋自身にほっこりとした優しい味付けがあります。ねっとりとした食感に衣のサクッと感がとても美味しいです。今日の動画を見て讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画おすすめしていただけると嬉しいです。この動画にいただいたコメント返しはサブチャンネルうどんタウンで返したいと思いますので、そちらもチェックお願いします。動画にしてほしいっていうお店の方、行ってほしいお店がある方、概要欄にあるメールアドレスまたは SNS で直接メッセージいただけると助かります。それでは最後の一口いただきます。冷たいあんかけは季節限定で数量限定でもあります。4月から10月いっぱいまでが冷たいあんかけの販売期間、そして11月から3月いっぱいまでがあったかいあんかけに変わります。それとは別に気まぐれメニューも壁に貼ってあるので、注目して気になったら頼んでみてください。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ということで、今日向かっているのは香川県讃岐市にある讃岐うどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらのお店、最寄り駅は増田駅で1キロ程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしてはマハローさんであったり佐賀野さんがある大体あの辺りになるんですが、ということで今日向かっているのは讃岐うどんたまりさんの方へ向かっていっております。それではこのたまりさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが 3.51 点、そして Google の点数が 4.1 点となっています。営業時間は10時から16時までで、定休日はなく年中無休となっています。駐車場はめちゃくちゃ広くて約150台分あります。おすすめは肉うどんです。極太麺にお肉の量もすごく多いことで有名なお店。小でも 300g 程度あって、大だと 1kg くらいになります。女性店主さんが営むメニュー数も多いお店です。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちらです。それでは入店していきましょう。こんにちは。こちらセルフ形式のお店となっています。こちらの建物、もともとは古民家と醤油蔵だったのをリノベーションしているもので、雰囲気がとてもいいです。こんにちは。いいですか。肉ぶっかけの冷やしょうで。はい、肉ぶっかけ冷やしょう。はい。
うどんの受け取り口はレジ横になるので進んでいきましょう。はい、1つ取ってます。はい、はい、ありがとうございます。はい、いただきます。それでは薬味を入れましょう。ネギ、生姜、天かすがありました。席数もすごく多くて場所によって雰囲気が結構変わるので好きな空いてる席で食べていきましょう。店内はこんな感じになってます。古民家を改装したというだけあって古めかしい感じがするんですけどとても綺麗です。飲食スペースは入ってすぐ右手側にあるのと奥に行けばカウンター席、テーブル席、いろんな場所が揃っています。それではいただきます。やっぱりお肉多いですね。麺は食べ応えのある極太麺となっています。ギュッと詰まったようなお箸で持てば重量を感じるうどんです。食感はもっちりとしている田舎麺といったような感じで、うどん自体の量もすごく多くてかなりお腹いっぱいになれると思います。ぶっかけだしはたくさん上に乗ったお肉の旨味が染みて、ほな甘く濃いめなんですけどすっきりとバランスよくいただける出汁だと思います。それではお肉もいただきます。甘辛くて柔らかい脂の美味しさもいっぱい詰まっているお肉です。箸でがっつり掴んで口いっぱいに食べてもまだまだ残ってます。それではフランクフルトもいただきます。レジのところでケチャップいただけるのでかけていただきたいと思います。外がカリッカリで美味しいフランクフルトでした。僕もなんですけどお子さんもこういうの好きだと思うのでこういうの置いてるのが嬉しいですよね。もし今日の動画を見てさぬきうどん食べたいなって思っていただけた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画おすすめしていただけると嬉しいです。この動画にいただいたコメント返しはサブチャンネルうどんタウンで返したいと思いますのでそちらもチェックお願いします。動画にしてほしいっていうお店の方、行ってほしいお店がある方、概要欄にあるメールアドレスまたは SNS で直接メッセージいただけると助かります。それでは最後の一口いただきます。ここまでお肉もりもりな肉うどんはなかなかないと思います。がっつりとお肉食べたい方はぜひたまりさん行ってみてください。あと建屋の内観も趣があるので雰囲気も合わせてうどん食べに行ってみてください。ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ということで今日向かっているのは香川県中田戸郡
琴平町にあるさぬきうどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらのお店、最寄り駅は琴電琴平駅で350メートル程度離れた位置。周辺のうどん屋さんとしてはてんてこまいさんであったりたぬき屋さんがある大体あの辺りなんですが、ということで今日は琴平うどん食堂つむぎさんの方へ向かっていっております。それではこのつむぎさんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログ Google の点数ですが、まだ開店したばかりなのでほぼ評価はついていません。営業時間は11時から22時までで、月曜日に限っては18時まで、定休日は毎週火曜日です。駐車場はないので有料駐車場を使ってください。おすすめはつむぎうどんにたこ焼きです。2021年の9月に琴平こんぴらさんのふもとにオープンしたお店。店主さんは本場大阪某有名たこ焼き店で25年ほど働かれていて、その後善通寺にある九万うどんさんで働かれて今となります。今日紹介させていただくお店はこちらです。それでは入店していきましょう。とその前にオープン記念ということで、10月31日までインスタをフォロー&投稿することでこちら揚げたこ10個プレゼントをしてくれます。1人1回までで、投稿した画面を店員さんに見せればいただけるのでやっていきましょう。それでは改めて入店していきましょう。こんにちは。こちらセルフ店となっています。うどん、たこ焼きの他にも唐揚げとかフライドポテトも置いてあって、テイクアウトもできるのでこんぴらさんに登る前に寄ったりするとすごくいいかもしれません。注文いいですか。つむぎうどんの冷やしょうのたこつむで、たこつむで、たこつむ、はい、冷やしょうで、冷やしょうで、はい、あとインスタのフォローキャンペーンでこれつぶやいたんで、揚げたこお願いしてもいいですか。はい、わかりました。これ店内でいただきます。はい、はい、じゃあタコスムの冷やのショーです。はい、350円お願いいたします。はい、お待たせしました。タコスムです。はい。じゃあだし醤油ですのでかけてお召し上がりください。わかりました。揚げたこは席で持っていただいていいですかね。はい。わかりました。お願いします。はい。はい、それでは空いている席について揚げたこができるまで待ちましょう。店内はこんな感じになってます。店主さんが表でたこ焼きを焼かれていて、奥に入るとオープン形式でカウンター、そして机がある作りです。これが揚げたこになります。はい、ありがとうございます。手抜きをつけてください。はい、いただきます。いいですか、サービス。はい、これがオーソドックスなソースですね。でこれがね、ちょっと変わったあのブラックペッパーと岩塩と、あ、ブラックペッパー、はい、これ気になってました。実はマヨネーズかかってて、上からレモンキュッと絞っていただきましたら、あ、はい、ありがとうございます。ビールとよく合います。はい、いただきます。はい、どうぞ。それではいただきます。まずはたこ焼きのソース味からいただきます。
中がトロットロで柔らかいたこ焼きでした。やっぱり王道のソース味は間違いないですね。岩塩ブラックペッパーもレモンをかけていただきます。たこ焼き自体の生地の美味しさ、生地の出汁の美味しさが塩のシンプルな味付けでより感じやすくなっていました。個人的になんですけど、塩で食べるのがたこ焼きはすごく好きで、黒胡椒の刺激とレモンのさっぱり感もとてもたこ焼きと合います。それではオープン記念のキャンペーン、インスタグラムのつむぎさんのフォローと投稿でいただけた揚げたこもいただきたいと思います。この揚げたこめちゃくちゃ美味しいです。表面の大部分が油でカリッカリに揚がっていて、食感がすごかったです。バリッバリでおやつみたいに食べられます。逆にこっちはマヨネーズとソースの甘さがすごく合ってて、ちょっと箸が止まらないくらい美味しかったです。でも時間が経ってくると少し冷めてきて、もっと表面が固くガリガリになってきて、またこの食感も僕は美味しいなって思ったので、時間差で食べるのもすごくおすすめしたいです。それではだし醤油をかけてうどんもいただきたいと思います。麺はツルッツルでツヤのある中細麺です。角がはっきりと立っていて、程よいコシのツルツルと食べれるうどんです。もちもち食感な麺をだし醤油でシンプルに食べるのがすごく美味しくて、このたこ焼きもだし醤油であっさりと食べるのも美味しかったです。今日の動画を見てさぬきうどん食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画おすすめしていただけるととても嬉しいです。この動画にいただいたコメント返しはサブチャンネルうどんタウンで返そうと思うので、そちらもチェックよろしくお願いします。動画にしてほしいっていうお店の方、行ってほしいお店がある方、概要欄にあるメールアドレスまたは SNS で直接メッセージをいただけると助かります。それでは最後の一口いただきます。水曜日から日曜日の18時からはうどんも食べれるバーということで夜メニューが出されます。有料駐車場を使った方は言えばドリンク1杯がサービスになるということです。メニューもこれから焼きうどんとか変わり種系とかピザとか丼系とかもやっていきたいっておっしゃってたので、これからもすごく期待です。ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ということで今日向かっているのは香川県高松市にあるさぬきうどん屋さんの方へ向かっていっております。そちらのお店、最寄り駅は薬理駅で 1.3 キロ程度離れた位置、周辺のうどん屋さんとしては大木戸さんであったり麺治さんがある大体あの辺りになるんですが、ということで今日はうどん本陣山田屋さんの方へ向かっていっております。それではこの山田屋さんの基本的な店舗情報について説明していきます。まず食べログの点数ですが3.72点、そして Google の点数が 4.3 点となっています。営業時間は10時から夜の20時までで定休日はありません。駐車場はとても広く160台分あります。おすすめは鶏天カレーうどんです。品質管理を徹底して塩分濃度も1000分の1単位で扱っているということです。繁忙期は開店前に200人近く並ぶこともあって、1日で3700人、3時間待ちになるほどの超人気店です。ということで到着です。今日紹介させていただくお店はこちらです。
それでは入店していきましょう。敷地がすごく広くて約800坪になります。母屋は国の重要文化財にも指定されていて、建屋は椅子中心の離れに座席中心の母屋、綺麗な庭園が見える母屋の庭園席が一番人気です。それでは入店していきましょう。何名様ですか？あ、一人です。座敷というカードをしますか？座敷でお願いします。はい、お座敷1名様です。それでは下駄箱に靴をしまって、お店の方が案内してくれる席に着きましょう。あ、はい、あ、どうもありがとうございます。鶏天カレーうどんの温玉入り、はい、とあと焼きサバ寿司、はい、焼きサバ寿司で、はい、お願いします。はい、お待ちください。はい、店内はこんな感じになってます。今回僕が座ったのが一番綺麗な景色のいい席で、庭がすごく丁寧に整っています。さらに奥の席になると庭の池も見れたりできる席があります。こちらの母屋は基本的には座敷席で、座敷と反対側にはテーブル席のスペースもあります。母屋を出て左手側にあるのが離れです。酒堂や長屋門を改装した席で、椅子席がこちらはメインとなります。鶏天カレーの温玉付きです。はい、焼き玉寿司ですね。味付いてますのでお好みで足をつけてください。わかりました。以上でおさらいですか？はい、ごゆっくりどうぞ。はい、いただきます。それではいただきます。紙ナプキンとか箸袋も山田屋さん特製でした。今回はカレーうどんなんですけど、僕白い服で来てしまったんですよね。でも店員さんに言えば紙エプロンもいただけるので安心してください。麺はとても伸びのいい中細麺でした。噛めばしなやかな弾力でシルキーなもちもち感があります。というのも作る時に切ってもギリギリ麺の形状が潰れないくらいの超高水麺で作られていて、水分量が多いほど小麦粉の甘さを引き出してくれるらしいんですよね。小麦粉もかなり厳選された山田屋さんだけのものを使われているということで、ここでしか味わえない高いうどんのクオリティを味わうことができます。カレーはかなりスパイシーで、うどんにもよく絡むトロトロ感です。温玉をつけたので結構マイルドにいただけるんですけど、こんなスパイシーなのにどうやら唐辛子をあんまり使ってないらしいです。この辛さも単純に辛いっていうわけじゃなくて、香辛料の刺激のような辛さで、14種類のスパイスを配合してこの納得する味ができるのに2年かかったらしいです。天ぷらもとても豪華で、メインのささみ天が2個に、
かぼちゃ天、なす天、オクラ天も載っています。この天ぷらももちろん全部揚げたてで、鶏天なんて最後まで中が熱々にいただけました。それでは今や山田屋さん名物ともなっている焼き鯖寿司もいただきます。酢飯には刻まれたしそとか生姜がしっかりと入っていて、焼き鯖の油の旨味とマッチして、それもとても美味しかったです。今日の動画を見てさぬきうどん食べたいなって思っていただけた方は、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画おすすめしていただけると嬉しいです。この動画にいただいたコメント返しはサブチャンネルうどんタウンで返そうと思うので、そちらもぜひチェックお願いします。動画にしてほしいお店の方、行ってほしいお店がある方、概要欄にあるメールアドレスまたは SNS で直接メッセージいただけると助かります。それでは最後の一口いただきます。食べてると気温はそんなに高くないのに汗が止まらないほど熱くなりました。やっぱりこれカレーうどんにかなりスパイスが効いてるからだと思います。ちなみにこのカレーうどん、白飯も絶対に合うやつです。夜でもうどんの品質が変わらないので、混んでない時にぜひ行ってみてください。平日とかはおすすめです。ということで、とても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ところで今日の昼飯はどこ行く、ところで今日の昼飯は何食う、うどん食いに行こう。